ご無沙汰してます。今日はもうあの GTO をお迎えしてますので GIK でいきたいと思います。 GIK、はい、グレートインタビュアー軽部です。今日からてめえら担任になる鬼塚一だ。反町隆史さんが型破りな高校教師を演じた伝説のドラマ GTO。 役者にとってこういう当たり役があるっていうのはどういうことだと思っていらっしゃるんですか。本当にありがたいことですよね。誰もが知る、まあ、とにかくその代表作っていうものが僕は一つあれば本当に素晴らしいことだなとは思ってます。間違いなく反町さんの代表作である GTO が26年ぶりに復活。当時の生徒たちが大人になり再集結するのも大きな話題です。出てくれる人っていうのがどのぐらいいるかなっていうのは正直ありましたよ。26年経ってますからね。一番ちょっと難しいかなと思う人の1位を挙げるとどうでしょう。